はい、皆さんこんにちは、ファナンです。今日のファナンチャンネルはこちらの朝鮮王朝の第16代王朝王のですね、印女についてお話を進めていきたいと思います。このチャンネルはですね、このように韓国や朝鮮の歴史について解説やそして配信をしております。それから現地のですね、いろんな史跡やそれから博物館などを巡りながらですね、皆様に有益な情報をお伝えしようとしておりますので、最後までお付き合いをお願いいたします。それではですね、この印女なんですけども、今までですね、この韓非軍というですね、王様がこのクーデターによってですね、廃位していくというような経緯がありました。これをですね、印女パンジョンというですね、1623年に起こったんですけども、この成人派と、ね、書いてありますけども、もともとはこの東人という東の派とですね、西の派というふうに分かれていたんですけども、これがですね、成人派がですね、東人の方がですね、優勢だったんですけども、いよいよですね、この成人派がですね、こういうこのクーデターによって、表舞台に出てくるというところですね。実際ですね、この印女もですね、弟が殺されているというですね、恨みもあってですね、自分自身がこの王位にですね、即位していくというような背景もありました。で、この成人派ですではですね、この民をですね、かなり支持していくというところで、その当時ですね、黄巾というですね、北方民族の侵入が、とてもこの、恐れられていたわけですね。そういう意味では北方の警備というものですね、とてもしっかりこのしていかないといけなかったんですけども、もともとはですね、この狩猟とかですね、を中心としたこのツングース系のですね、女真族というのが、いたわけですね。その女真族がですね、金というですね、国を建ててですね、もともとその当時はですね、元とか民のですね、支配を受けていたんですけども、力をつけていく中でですね、1619年にですね、金を建国していくわけですね。これを黄金というわけなんですけども、朝鮮からするとですね、こういったこの北方のですね、民族というものを、とてもこの蔑視する傾向があるわけですよね。この野蛮人とかですね、この韓国ではオラン家とか言うんですけども、そういう意味では、この正統派っていうんですかね、儒教の正統派からするとですね、やはり民を中心としたこの政治体制を維持していきたいと。だからこの黄巾をですね、なんとか防いでいくというのが、それがこの名分であったわけですね。しかしながら、どん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 この力をつけていくので、それをこの抑えていくというところで、このイーガルというですね、人物がとてもこの印象パンジョンに時にですね、貢献してですね、そして北方の民族の方にこの送ってですね、そして辺境の地にこの舞台をですね、任されていくリーダーだったんですけども、実際にはですね、とてもこの待遇が、とても貢献したがしたんですけども、待遇が良くなかったというところで、不満もあったっていうんですね。その不満がですね、何かの噂によって、この朝廷の方にですね、報告される中で、謀反をですね、起こしているんじゃないかというような噂が流れてくるわけですね。それにですね、ちょっとこの腹を立てたですね、イガルがですね、国内の反乱を起こしていくというところで、この印女はですね、すかさずこのチュンチョン南道のですね、根樹というですね、ところに逃げていくわけですね。これからもですね、ちょっと出てくるんですけども、印女はですね、何かあるごとにですね、自分自身がこの避難していくというところがあってですね、第1回目のですね、この避難ですよね。それから1927年にですね、いよいよこの本大寺というですね、2代目のこの皇帝がですね、韓と書いてますけどね、この時は韓というそのこの身分ですけども、その本大寺がですね、朝鮮に3万の兵ですね、脅していくわけですね。それはですね、兄弟の関係を結びましょうというところで、このチョンミョウホランというですね、ことなんですね。そこで、結局この3番の兵にですね、とてもこの防ぐことができなくてですね、印女はですね、カンファ島というですね、島に逃げていくんですけども、これが第2回目のですね、避難ということですよね。
まあ、結局はそのこれにですね、まあ、驚かされてですね、そして結局、まあ、講和条約を結んでですね、いくわけですね。まあ、しかしその後もですね、まあ、こういったこの北の方からですね、まあ、圧力がかかってですね、行ったんですけども、やはりですね、この成人派としてはですね、やはり民を任にですね、近づいていこうとするそういった、まあ、動きを見ながらですね、まあ、黄巾はとてもこの腹を立ててですね、君臣関係を結びなさいというところで迫ってくるわけなんですね。でその同時もうすでにですね、まあ、秦というですね、この国の名前を変えてですね、かなり、巨大になっていったわけなんですけども、そして、1636年にですね、まあ、10万の 兵がですね、まあ、朝鮮に侵攻してくるというところで、なんとですね、5日でソウルにまあたどり着いていると。この間にいろんな城があるんですけども、その城をですね、この回りながらですね、攻撃しないとどん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 、まあ、南下していくというところで、もうこのね、前回はですね、緩和道に逃げたんですけども、緩和道にもですね、逃げ道がなくなってしまったというところで、ナマン・サンソンというですね、まあ、私もこの動画で配信をしていますので、ぜひそちらもですね、見ていただければと思いますけども、まあ、ナマン・サンソンというですね、まあ、ソンナム市にあるんですけども、まあ、これもソウルから近いんですけども、そこにまあ立てこもっていくわけですね。それが1万4000のですね、兵とですね、そして、まあ、少ない食料でですね、この立てこもっていくんですけども、やはりですね、なかなかこの持ちこたえることがですね、まあ、できなかったというところで、結局はですね、まあ、降伏していくわけですね。そして1637年にですね、屈辱的なですね、サンチョンドというですね、こちらの漢字ですのサンチョンドというんですけども、これはハンガンのですね、秦のですね、まあ、本営地だったんですけども、まあ、そちらにですね、出てこいと言われてですね、こちらの本大寺がですね、に向かってですね、3回ひざまずいて9回ですね、まあ、強く音が出るぐらいのですね、まあ、頭を、まあ、この音を立てながらですね、この礼をするというですね、まあ、屈辱的なですね、そういうこの礼をしたというところで、今もですね、こちらにこの場所にですね、サンチョンドの火がですね、立っているくらいですね、まあ、屈辱のそういった、まあ、事件だったというところですね。まあこういう中でですね、結局は秦がですね、この君臣関係をですね、まあ、結んでいくと同時にですね、なんとこの皇太、まあ、この皇太子っていうんですかね、セジャっていうんですけども、このセジャ、ソヒョンセジャですね、要するにこのインドの一番目の息子ですね、息子までもですね、まあ、人質になって、そして送られていくと、秦に送られていくわけですね。さらにですね、50万人のですね、まあ、捕虜も連れて行かれるというような、まあ、凄まじいですね、この状況の中でですね、まあ実際にはですね、このソヒョンセジャですね、こちらに漢字で書いていますけども、ソヒョンセジャですね、その、まあ、秦に行ってですね、まあ、どういう生活をしていたかですね、いうわけなんですけども、まあ、この秦陽というところがですね、その当時のこの首都だったんですけども、まあ、そこに赴くことによってですね、まあ、いろんなこの先進国の文化をこう、まあ、接するわけですね。まあ、その中でもこの宣教師に会ったりとかですね、まあ、その宣教師はですね、まあ、天文学を、まあ、先進、文化をですね、持っていて、そして、その当時ですね、まあ中国語でですね、まあ、翻訳したりする、まあ、そういった実力のある人ともですね、まあ、接しながら、西洋のですね、先進の文化をですね、まあ、持ち帰ってくるわけですね。1645年にですね、結局は、まあ、帰国するというようなところであったんですけども、なんとですね、このインドとしてはですね、かなりですね、この秦と同時にですね、まあ、西洋についてもですね、とてもこのまあ、あまりよく思っていなかったというところがあってですね、野蛮人だというところもあってですね、その野蛮人の文化にですね、染まってしまったんだというところで、まあ、自分の息子なんですけどね、ソヒョンセジャに対してですね、まあ、とてもこう冷たい態度をとっていたというんですね。でこの注目したいのはですね、このインドのですね、セジャ、このソヒョンセジャはですね、まあ秦、まあ、この当時ですね、秦になっているんですけども、まあ、秦でどういった生活を行っていたのかと
ということだったんですけども、この瀋陽というところですね、ここがまあ首都だったんですけども、ここにおいてですね、まあ農業をしながら、そしてこの瀋陽館というですね、今でいうまあこの大使館のようなところで、まあこの秦とですね、そして朝鮮との外交をまあうまくですね、まあ扱っていたというようなところなんですね。ですからですね、まあ、とてもこの、まあ、能力があるということで、まあ、評価をされていましたし、まあ、この秦においてもですね、とてもこの外交官としての役割を、まあ、果たしているという ところで、まあ、評価が高かったわけですね。そして、まあ、帰国の途に就いた時にですね、こういったこの実績の背景がある、まあ、スヒョン・セジャに対してですね、まあ、とてもこの院長はですね、まあ、嫉妬したとも言うんですね。まあ、さらにですね、このまあ、ソヨン・セジャがですね、まあ、この当時の最新の、まあ、先進文化をですね、まあ、科学技術だったりとか、まあ、それから、まあ、いろんな哲学や、まあ、宗教だったりとかですね、まあ、そういった西洋のですね、まあ、先進文化をですね、まあ、携えて持ってきたわけですよね。まあ、そういったものに対してもですね、まあ、院長はですね、まあ、とても受け入れることができなかったというんですね。まあ、なぜかというとですね、この院長のこの考え方はですね、まあ、西洋においてもですね、まあ、これはまあいわゆるこの野蛮人であると、まあ、野蛮人のものをですね、まあ、学んできたことに対して、まあ、とてもこの、まあ、反発を、まあ、していたわけですね。で、ある時ですね、この秦の生活をですね、ソヨン・セジャが院長にお父さんにですね話すとですね、まあ、それに対してとてもその怒りをですねぶちまけてですね、そして、まあ、硯を顔に投げたという話もあります。まあ、そういったですね、このお父さんとですね、まあ、息子との その間においてですね、まあ、とてもこの、まあ、ギクシャクしていると。そして、まあ、院長はですね、まあ、こういった西洋にですね、まあ、かぶれてしまったということで、まあ、息子に対して、気持ちはですね、まあ、穏やかではなかったということなんですね。そして、まあ、2ヶ月後なんですけども、まあ、急にですね、このソヨン・セジャはですね、まあ、亡くなっていくんですね。まあ、それもですね、まあ、麻薬にですね、まあ、浸ってそして、死んだというふうには言われているんですけども、まあ、この当時ですね、まあ、こういったこのマラリアだったりとかですね、まあ、流行のその、まあ、風邪だったりするとですね、そこまでそのひどくならないということもあってですね、まあ、これは、まあ、毒薬をですね、飲まされたんではないかというような毒殺のそういった可能性を、まあ見ています。1649年ですね、この院長はですね、まあ、亡くなっていくんですけども、まあ、その後ですね、その後にこのこちらにあるですね、ポルニン大軍とですね、ポルニンテ軍がですね、この後を引き継いで、そしてヒョジョンになって17代のですね、まあ、朝鮮の王様になっていくということになります。まあ、ただしですね、この日本からするとですね、この当時、3回のですね通信使を送ってきたっていうんですね。まあ、こういう意味ではですね、1633年と1642年というですね、まあ、3回にわたって、まあ、この通信使というですね、朝鮮通信使というものをこの時代にですね、まあ、送ってきたというところにおいてはですね、まあ、日本との関係においてはですね、少しずつこの、まあ、良くなっていくと。ただしですね、この北方のですね、北とのその内容においてはですね、またいろんな試練をですね、迎えていったのが、まあ、この時代であったというところですね。まあ、もしソヒョン・セジャがですね、まあ、王様になっていればですね、近代のそういったものをですね、受け入れる、まあ、そういった雰囲気ができてですね、まあ、近代においてもですね、まあ、多くの発展したそういったものを受け入れる、そういう余地ができていたんではないかというふうにも思われます。今日はですね、16代の院長について、解説をいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。